記者コラムターフビジョン2003年12月28日まだ競馬を知らなかった中学生の自分はテレビにたまたま映っていた有馬記念で一頭の漆黒の馬に釘付けになったその馬の名前はシンボリクリスエスオリビエ・ペリエに導かれた圧勝劇は競馬の魅力を知るのに十分な衝撃でその人馬は今でも自分にとってのスターだ先週 そのペリエが現役を引退した。起常数減少はニュースで知っていたが、まだ51歳。竹豊やデッドオリよりも年下だけに、まだやれると思ってしまうのは自分だけではないだろう。ペリエとの個人的な思い出は、22年9月30日のふつ、サンクルー競馬場でのこと。その日のサンクルーでは、 スミヨンがレース中に他の機種を肘打ちして落馬させる衝撃の出来事があり、競馬場全体がざわついていた。そんな中でもペリエは、凱旋門賞のために突槽していた日本の記者団のために時間をとって取材に快く応じてくれた。自分にとってはスターと話す絶好の機会、凱旋門賞を勝つ可能性があった日本馬はと思い切って質問すると、 ゼンノロブロイは勝てたと思うよと即答。背中で感じた能力やイギリスでも構想したタフさなど理由を真剣な表情で説明する姿。何よりペリエと話せた感動を一人の競馬ファンとして今でも覚えている。凱旋門賞3連覇、有馬記念3連覇など輝かしい実績を持つ名手の騎乗はもう見られない。 ただ、現役を引退してフットワークも軽くなるはず。またいつか来日し、有馬記念のプレゼンターなど何らかの形で日本競馬に携わってほしいと思う。